皆さんこんにちは。どうもりんちゃんです。今日は先輩と一緒に、加賀方面あやとり橋の方に行ってみようかなと思って走ってます。お昼ご飯食べたので今から向かいたいと思います。それでは行ってみましょう。ちょっと視点下がっとったんで、時間が。トンネルじゃない方の道来てしまった。U ターン逃げる。いきません。通り抜きできますよ。じゃあ、降ってくれるのか。待ってる感じかな。よいしょ。安心。30分以上、バックでこうやって。
すぐってこと？いや、もう右行くとしたらそれ。右行けます？右？まっすぐ？まっすぐ。さっきのところに違う。これも行けなかったりして。住所入れれんかったし、場所ちゃうかも可能性ある。どこやったっけ？なんて名前？核戦計鶴戦に渓谷の目的地です。ではありません。目的地です。ここ使って、まあ、このまますぐ行くとなんか三角形みたいになって、 U ターンはできる。まっすぐ右方向、その後右方向。やっぱあの橋やったんか。うん、全然行き過ぎとるわ。 U ターン、右。そしたらさっき来た道に戻る。これ右方向、運転難しい。あ、ごめん、ここか。そこに今のところ右。よっと、そしたらさっき見ちゃう。どっかから歩いてくるのかな。多分そうだと思うんですけどね。駐車場が多分あるんですよ、それに専用の。なんかこの辺でナビは終わるけど。でもこの辺ってこれあやとり橋じゃないですか。うん、あやとりからだいぶ距離ないですか。多分わかんないけど、こういうとこを止めない、止めれない。止めるとしたらこういうとこってこと。多分みんなここから歩いてるってことは、多分この辺止めるしかない。止めていいんかな。よかった、観光客無料駐車場、うん、ご自由にって書いてある。でもさ、でもさ、止めたらさ、出ないよね、みんな入れちゃった。どうやってボックスかな。歩いてく系やね。大丈夫。でも止めるところないな。さっきのトイレの横か。一番いいとした。空いてるかわからんけど。よいしょ。
出てった見えなくなった。めっちゃ薄い。